このアシスタント変えたいと。これチャンネル登録伸びないんですよ。やっぱりなんかアシスタントをね募集したいと思います。じゃあ泣かなくていいじゃない別に。はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。はい、今日なんか残念なお知らせがございましてなんか噂に聞きましたところ、うんうん、院長が普通秘書とかアシスタントってもっと若くってキラキラしてるもんじゃないかという話を私は小耳に挟みましてこのアシスタント変えたいと変えたいっていうかまあまあ鈴木さんは永久欠番でいてもらっていいんだけどまあ、天の声としていてもらってですね、もうちょっとこう、だから私聞いたんですよ、その時の話を、うん、46歳の恋愛話を誰が聞きたいんだろうって言って、うん、若い子の話の方が面白いに違いないっていう話がそこでされたと、うん、ちゃうねちゃうねアナリティクスを見てよ、我々のこの動画見ている人たちの世代40、50じゃない、若い人を取り込まないとこれチャンネル登録伸びないんですよ。やっぱり泣かなくていいじゃない別に面白すぎあ、私たちが40、50だからそういうお客さんがついてるけれども、うん、もっと若い人がいればそういう若いニーズも集まってくる、集まってくるというか、確かにそうですね、若い子がこの話を見てもね、うん、そう、やっぱり若い人たちに人気のある YouTuber ではないじゃないですか。まあね、まあね、ヒカルとかね青汁王子とかね、まあ、かっこいいしね、うん、うちのなんかおじちゃんとおばちゃんの話を誰が聞くねんっていうことになってる。いや、おばちゃんっていう、自覚はないと思うんですよ。思うけど、世間一般ではさ、やっぱり。はい、まあ、おばちゃんですよ。うん、もう50前ですし。こっちもおじちゃんだし。おっちゃんですよね。うん。まあまあ、息子ももっと出たいって言ってるし。息子出ていいじゃないですか。でも逆に言っていいですか、息子と可愛いアシスタント出たら、はい、うちら二人ともいらなくないですか。うん、そういうことですよ。まあでもほらほら知識があるじゃないですか僕らにはね、まあ、うん、いろんな年の子というか若者ここに挟んで年寄りが二人で喋るんですか、うん、まあ説教するとかまああると思うんだけど、まあちょっと若者を取り込める、はい、チャンネルにしないとなっていうところで。ちなみに何歳ぐらいの方は募集されたい。20歳ちゃん、息子さんと同じぐらいがいい。そう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 。まあちょっと若すぎか。いやでもなんか、うん、私若い人の話も聞いてみたい。そうやね。だから昔さ、さんまさんのから騒ぎみたいなあったじゃん、はいはい。ああいうのやりたいよね。院長って聞き上手じゃないですか。うんうん、だからいろんな方の恋愛相談を YouTube でしてもいいんじゃないかな。そうやね。麻生院長のから騒ぎとかいいんじゃないですか。仮装してピコピコハンマーで。お前は。お前はって言って、はい、職業です、ね、舐めた若い女の子のむちゃくちゃな話を聞いて、はい、お仕置きしたいよね。なんか私聞いてみたい、いろんな方の恋愛聞いてみたいです、うん、聞いてみたいね。今回はとりあえずアシスタントさん、そうね、20から25ぐらい、まあ30まで OK したいんじゃない。30まで OK、うん、30でもさ20個したいからさ。あとなんかオークション、オークションじゃない、ごめん、オーディション形式、オーディションオークションしたら怒られるよ20代の女性オークションしたら怒られるよごめんなさい、オーディション形式で、ね、うん、メインのなんかジャッジメント私がしていいって噂で聞いたんですけど、そう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 、これ全部こうピピピッあ、でもいいんですか、いいいいいい、なんか気に食わないっすとか言って、そうそう、なんかアシスタントをね募集したいと思います。じゃあ、ちょっと概要欄に ドクター A のねアシスタントになりたいというね方、どしどしご応募ください。はい、なんかこんな面白いエピソード持ってますって書いてくれたらもっと嬉しいですね。あ、嬉しいね、うん、エピソードね。はい、このチャンネルがいいねと思った方はいいねとチャンネル登録の方もお願いします。お願いします。